岩貞、地味にやばい。岩貞今上がってくりゃ救世主やぞ。しかし岩貞はアジで情けないな。岩崎と一緒に投手陣を引っ張るべき立場やのに何してんのあれ。いつまでも若手みたいな投球内容で崩れるんだよな。もう少し岩崎見たく駆け引きできてほしいわ。昔からそうだけど適当にエイヤーで投げてるようにしか見えんのよな。ベテランらしい駆け引きがないのよな。ワンバウンドスライダーとストレートズドンでは限界があると思わんのやろか。確かに岩貞はただ投げてる感が強いよな。岩崎に比べると投球術はしょぼすぎる。岩崎は年齢に合わせて抑える術身につけてくるからな。不器用な岩貞に緩い球は投げられないやろうな。岩崎と同位年なのにあんまりベテラン感ないよな岩貞。リリーフプラス肉体改造で150キロ出たところまでは良かったけど、調子が悪いと交わせないところは変わってないからな。